マクシム・ゴーリ・キー、マクシム・ゴーリ・キーはソ連の巡洋艦である。艦名はソ連の大作家、マクシム・ゴーリ・キーを記念したものである。艦の規模からは軽巡洋艦、ソ連には無関係であるが、ロンドン海軍軍縮条約の規定に沿った分類では重巡洋艦に分類される。マクシム・ゴーリ・キーは26号計画に沿って設計が開始された。 しかし、26号計画に沿って建造された1.2番艦には、走行が脆弱であることなどいくらかの欠陥があることが判明したため、その3番艦として予定されていたマクシムゴーリキー、及び4番艦となるはずであったモロトフには、解説系が施されることとなった。26ビス号計画と名付けられた改め計画は1930年代に、合わせて4隻が寄港され、 第二次世界大戦前にソ連で建造された大型艦艇のうち最大勢力を持つグループとなった。解説系を経たマクシム・ボーリキーは1936年12月20日にレニングラートのオルジョニキー関年工場で気候1938年4月30日に浸水1940年10月25日に竣航して赤旗バルト艦隊に配属された。 1941年6月22日に大祖国戦争が開始されると即日赤色海軍は最新英巡洋艦マクシム・ゴーリキーを中心とした小艦隊を編成しフィンランド湾における機雷戦を開始した。しかし AN ペトローフ中佐を艦長とするマクシム・ゴーリキーは作戦開始初日の6月23日早朝にの海域において植来し、 監首部分を失うという浮き目に見舞われた。マクシム・ゴーリキーはどうにか自力でボルムシ島までたどり着き、翌24日には、旧南艦、ネプトゥーン、海洋観測艦ロート、4隻の駆逐艦、4隻の総海艇、3隻の小型船艇及び魚雷艇に付き添われて、タリンに開港された。しかし、正午過ぎには戦闘を航行していた。 総海底 T-208 が食雷により沈没し、艦隊はボルムシ島へ引き返した。その後、18時15分に、艦隊は再びタリンを目指して出港し、翌日目的地へ到着した。6月26日深夜2時には、マクシム・ゴー,リー・リキーは3隻の駆逐艦、6隻の総海底、6隻の魚雷艇、4隻の警備艇に付き添われて、クロンシュタットへ向けて出港した。 クロンシュタットへは日中に到着し、そこで8月1日まで修理に入った。その後、高校試験を受けたため、ドイツ空軍のクロンシュタット内空襲を免れた。9月8日には、ドイツ軍に向けて初めて手法を放った。陸上部隊への援護射撃は12月25日まで継続された。この間、9月17日と18日に150。 ミリメートル砲弾後初を受けた。9月21日には、さらに1発の砲弾を受けた。そのため、9月22日には再び修理に入った。その後、11月23日には直撃弾を受け、損傷を負った。1942年1月7日には、新たに、IG 渋谷東府中佐が、艦長に任官した。 1>, 1月21日には、またしても直撃弾を受け一時戦列を離脱せざるを得なくなった。2月9日には、敵部隊に対して2発の砲弾を発射した。4月4日には、航空機より試金弾を受けた。4月22日には18発の砲弾を敵の砲兵隊に向けて発射した。4月24日には、空襲により損傷を受けた。この時、 4名が戦死し、8名が負傷した。4月28日には、艦は、修理に入れられた。戦列へ復帰した後も、6月27日には、砲撃により損傷を受けた。7月9日と8月28日には、大地砲撃を実施した。1943年2月13日には、AG バリハチ f 中佐が、艦長に就任した。 ナチスドイツ軍の包囲によりレニングラーと防衛戦が始まると、マクシム・ゴーリキーはその海上支援に従事した。1944年1月13日に赤軍が最後の攻勢をかけた際には、洋上よりドイツ軍陣地に向けて艦砲射撃を実施した。1月19日まで継続された砲撃の間、マクシム・ゴーリキーは主砲だけで674発もの砲弾を発射し、 ドイツのレニングラート包囲軍に止めを刺した。この時の功績により、同年3月22日には、艦は赤旗勲章を授与された。その後、1944年5月18日には、ネパートイ居住区を砲撃し、6月9日には、フィンランド軍要塞の破壊作戦に参加した。大祖国戦争の期間中、マクシム・ゴーリキーは2311発の180、 ミリメートル砲弾を使用し、100ミリメートル砲弾は582発を発射した。また、戦闘中における艦砲の用法は、その44%が両用砲として用いられ、水平射撃に用いられたのは30%に、過ぎなかった。1946年2月25日には、マクシム・ゴーリキーは、南バルト艦隊に編入され、リエパーや及び、 バルチースクに開港された。マクシム・ゴーリキーは、南バルト艦隊の機関となり、同年10月から5隻の駆逐艦を率いて、洋上軍事演習に従事した。1947年11月7日には、革命記念パレードのためレニングラートを訪れた。1950年12月には、PM ・ゴンチャール中佐の指揮下にあった、マクシム・ゴリキ艦においてソ連最初の、 関西ヘリコプターとなるかマイナス10が初飛行を果たした。1953年夏にはマクシム・ゴーリキーはクロンシュタットに開港された。これは秋より近代化改修を兼ねたオーバーホールに入れられるためであった。6月16日にはマクシム・ゴーリキーはクロンシュタット海軍要塞所属艦となり、翌月の海軍記念日にネバー川で開催された。 パレードに参列した。これがマクシム・ゴーリキーにとって最後の晴れの舞台となった。オーバーホールと近代化改修は12月より第194工場で開始された。しかし1956年2月17日にマクシム・ゴーリキーはバルト艦隊の戦力から外され試験巡洋艦に改修された。1958年4月18日には 海軍から除籍され解体処分となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。